プロオピオメラノコルチンは241個のアミノ酸残機からなるポリペプチド線具体。285個のアミノ酸残機からなるポリペプチドのプレプロオピオメラノコルチンから作られる。プレポンシーの翻訳後プロセッシングにて44個のアミノ酸残機のシグナルペプチド配列が切除され、ポンシーとなる。ポンシー遺伝子は 2P23.3 染色体に位置する。 ポンシーは次の組織で産生されるが、主に産生されるのは、下水体の全容と中央である。プレポンシーは、スブチリシン様プロホルモン変換酵素による切断を経由して、組織特異的な翻訳後プロセッシングを受ける。ポンシーのプロセッシングには、クリコシル化、アセチル化、タンパク質分解性の切断がある。ただし、タンパク質分解酵素が切断する箇所は、 組織特異的である。例えば、ポンシーが、下水体全容の、副腎皮質刺激ホルモン酸性細胞において、酸性されると、4箇所切断されて、副腎皮質刺激ホルモンと、ベータリポトロピンとなる。ポンシー内には、この他に少なくとも8つの切断可能な箇所があり、組織や変換酵素によって、次に示す、最大10の活性ペプチドが酸性されうる。 切断箇所は、アーグ、リス、リスアーグあるいはリス、リス配列からなり、ポンシーペプチドのプロセッシングを行う酵素には、ガール。ありがとうございます。